ロシアのヘラジカと父絞り女自治の収集ヘラジカ自治はヘラジカが生産する父である。そのほとんどはヘラジカの子によって消費されるが、ロシア、スウェーデン、カナダでは商業生産もされている。ロシアでの調査によるとヘラジカ自治は乳脂肪と乳固形分が豊富である。アメリカのヘラジカ自治はまだあまり研究が進んでいないが、 やはり乳固形分が多く含まれていることが示唆されている。ヘラジカの授乳時期は6月から8月であり、特に授乳開始から最初の25日間は高い質の飼料が与えられれば、父の栄養価や死亡量が増加して最大となり、栄養価、死亡、ミネラルは授乳時期の残りの期間は減少する。しかし牛乳と比べると、 それでも、ヘラジカジチは、アルミニウム、鉄、セレン、亜鉛の含有量が多い。ヘラジカジチは、ロシアでは、産業として生産される。サナトリウムのイヴァンスサーニンサニタリウムでは、より効率的に病気を治癒しまた慢性痛を、和らげると信じて、入居者にヘラジカジチを飲ませている。ロシアの研究者には、そのリゾチーム活性のため、 子供の消化器疾患を予防すると推奨する者も,もいる。スウェーデンのブジュルホルムでヨハンソン夫妻が経営するエルクハウス農場は世界で唯一のヘラジカチーズの生産所であると考えられている。3頭の乳用ヘラジカを飼育しており、父の生産量は年間でチーズ3 0 0ラム分になる。チーズは1ラムあたり約1000ベドルで販売される。 ロシアのヘラジカジチ研究者であるアレクサンドル・ミナエフは、かつてヘラジカチーズ作りに挑戦したが、高いタンパク質含料のため早く固まりすぎたと語っている。彼はヘラジカジチのアイスクリーム作成までは試みなかった。ありがとうございました。